アンバサダー橋はアメリカ・ミシガン州のデトロイトとカナダ・オンタリオ州のウィンザーを結ぶデトロイト側に架かる釣り橋。アメリカ合衆国とカナダ国境で最も交通量が多い道路である。長さは2286メートル。1929年に完成した橋で完成時では世界最長だった。現在はこの橋の他に デトロイト・ウィンザー・トンネルも二つの都市を結んでいる。この橋は1979年に大富豪のマニュエル、モラウンがアメリカ合衆国側ではデトロイト国際協力会社、カナダ側ではカナダ交通会社をそれぞれ通じ買収し、個人で所有している。大型トラックや二輪車はデトロイト・ウィンザー・トンネルの通行を禁止されているため、事実上彼が商用トラック輸送の通行料収入と、 免税ガソリンの販売を独占している。そのため、アメリカとカナダ政府が共同で、下流にもう一つ橋を架ける計画が発表され、2012年5月にカナダ政府が資金提供に合意した。新しい橋は、デトロイト・レッド・ウイン・グスで活躍したゴーディ・ハウ選手に、ちなんで、ゴーディ・ハウ・インターナショナル・ブリッジと命名され、2018年に、 建設が始まり2024年に完成予定である。新しい橋が建設されると収入が減少するため、モラウンは訴訟とテレビ CM によるネガティブキャンペーンを実施し、建設計画に反対している。グイッド・カート・オーバー・ザ・ボーダー・レジスレイター・セズ・プロポーズド・デベロップメント・オーソリティ・ウッド・クリエイト・ジョブズ・ブースト・エコノミー メトロタイムズ、Times, http コロンスラッシュスラッシュ www.metrotimes.com スラッシュエディトリアルスラッシュストーリードットアスプ、id イコール1339オブライエンジェニファーブリッジブルーホホ ザロンドンフリープレス、http コロンスラッシュスラッシュ www.lfpress.com スラッシュニューススラッシュロンドンスラッシュに0 1 on 1スラッシュ08スラッシュ02スラッシュ18502681と h t m l d e c e m b e r 1 5 2 1 1 1 1月ラン1ドル B ウィンザーデトロイトブリッジディールストラック CBC ニュース、httpww.cbc、さ、ニュース、カナダ、ウィンザー、ストーリー、2012、06、14、WDR プライムミニスターブリッジ、ウィンザーデトロイト、HTML2012 年6月15日閲覧。ありがとうございます。